行きます。Few minutes later. スイッチポットなんですけど、持った感じは多分ゴリラポットなんかよりも軽いんで、すごい使いやすいです。ただ、冷たい鉄が冷たいそれ季節的な問題だと思う多分あんまり。いやゴリラポットはさ、持ってるところがさ、ゴムだからあったかいんだけど、触ってみ。あ、冷たいですでしょ、うん、なるほど。これが嫌だA few moments later.はい、こんな感じでね、三脚モードにするとなんかね、意外としっかりと立ってくれます。で、本当は自由運台をトライポッドじゃないよ、これスイッチポッドの上に置けば角度なんかも調整できるんで、多分使いやすいと思います。でね、やっぱね、さっきも言ったんだけど、一番の弱点は持ち手がめっちゃ冷たいんで、冬はマジ向かないです。その点は僕今、抵抗を得ますね。はいほら、超綺麗。バンビが撮ってくれました。ほら、見て、これ、これ、これ見て、これ、これ、もう、いいの、天才。おー、いいね。 I'm a genius。 カメラ返せやべ、あぶね。寒い、マジ寒い。寒い、寒い。いや、マジこのスイッチポットもう二度と使わねえ本当に手冷たいんだけど。いや、持ってみ、マジで、マジでやばいからあー、まあ、あ、冷たいですね、マジで。いや、本当にこれ買ったのいつですか。今日で、もう使わない。今日これ買ったんですけど、冬は一切使いません。ボーボーなはい、駅前の交差点来たんですけど、スイッチポットのこの三脚としての、安定感ちょっと見たいんで、ここに置いてタイムラプスみたいな感じでちょっと撮りたいと思います。ちょっと放置します。さすがに。はい、どうでしょうか。ちょっと後で出来上がりを見てみたいと思います。はい、そして次に、グリップ力、その手ぶれしてないかとか、このグリップ力で変わってくると思うので、ちょっとこの池袋のウィーローが明るかったので、ここ歩きながら撮ってみます。結構手ぶれしてるもんかね。どうなんですかね、してそうだね、うん、意外に、なんか結構こんな感じ、うん、よいしょ。はい、ということで、撮影から帰ってきました。撮影っていうか、まあ、これを試してきたんですけど、スイッチポット、一応タイムラプス撮ってみたりとか、おいしょ、ナルト君。はい、まあ、ちょっとここにいなさい。そうですね、これで、タイムラプスというか定点で、長時間撮ってみたりとか、あとはトンネル内のところで、あの自撮りしながら、歩いてみてっていう形で、グリップ力、そのどれだけブレずに持てるかっていうところだったりとか、ちょっと検証してみました。結論から言うと、まあ、グリップ力もいいですし、あと安定感もすごいあります。ただ一つすごい欠点があって冬場、ちょうど今2月の終わりなんですけど、めちゃくちゃ冷たくなります、この部分。あのこのゴリラポットとかだと、なんかゴムであったりプラスチックなんで、そこまで冷たくはならないんですけど、このスイッチポットだと鉄、ステンレスなのかなんなのかわかんないですけど、アルミかな、すごい冷たくなるんですよ。なんで持ってて、もう手がもうかじかんじゃって、ちょっともう撮影どころじゃなかったです、はっきり言って。なんでちょっと冬場はあんまおすすめしないか、もしくは手袋、をした方がいいかなっていうふうに個人的には思います。で、まあゴリラポットと、ちょっとナルトが、A few minutes later. はい、すいません。ゴリラポットなんかはよく Vlog の撮影であったりとか、外での撮影で使ってたんですけど、まあ、こちらに切り替えていってもいいかなとは思いました。ただ、暖かくなってからにするかなってとこです。で、まあ、ゴリラポットなんかと比べても重さも全然軽いですし、グリップ力、持ちやすさですね、こんな感じで日本人の手だと結構大きいと思うんですよ。なんですけど、こちらのスイッチポットだったらこんな感じで持てるんで、
すごい持ちやすいです。で、しかもこういう風にすぐ切り替えが三脚手持ちっていう形に切り替えられるのですごい便利ですね。まあ、こちらのゴリラポットもまあこういう風に開いて置いてっていう形にはできるんですけど、まあ、ちょっと手軽さで言ったらこっちの方が圧倒的ですね。ここの部分に自由運転を乗せれば角度の調整であったりとか、ちっちゃいものを取るときとかにも角度を傾けて使うこともできるんで、まあ、こういう風な形ですごい便利な、三脚かなと思います。はい、という形で今回このスイッチポットをレビューしてみたんですけど、もしこの動画がいいと思ったりとか、参考になったと思いましたら高評価であったりとかチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、こんな感じでまたレビューだったりとかサクッとちょっとやっていきたいと思いますので、まあ、実際に使ってみて良かったものを多分レビューすると思うので、まあ、正直に言います。まあ、これは多分冬は使わないです。寒いです。ちょっと持ち手が冷たすぎて手がかじかんじゃったりとかする部分があったんで、ちょっと冬場はあんまおすすめできないですけど、春夏秋であったらこれの方がゴリラポットよりも使う頻度は高いかなと思います。そんな感じで、じゃあまたね。